11月3日祝日、いなべ市青少年育成市民会議藤原支部主催のアルコー大会が開催され、藤原町をはじめ市民の皆さんおよそ60人が参加しました。この催しは参加者同士が交流を図りながら楽しく歩くことを目的に30年ほど前から行われています。竜田小学校から出発した皆さんは、およそ5キロ先の岐阜県大垣市上石津町にある日本昭和音楽村まで、秋を感じながら軽やかな足取りで目的地を目指しました。この日は3歳児から80歳代までの幅広い世代の参加があり、家族で歩く姿も見られました。藤原町石川に在住の近藤幸男さんは、この辺りは普段車でよく通っていますが、歩いてみると車から見る景色とは違って、里山の美しさに感動します。これらの風景を額縁に入れると素晴らしい絵になりそうですと話し、お孫さんと一緒に自然を楽しんでいました。途中、県境を越え、およそ2時間、日本昭和音楽村に到着した皆さんを待っていたのは、野菜がたっぷり入った温かい豚汁です。運動した後の昼食は格別のようで、おいしいとおかわりする子どもたちの姿が見られました。また、参加した皆さんに楽しいひとときを過ごしてもらおうと、リコーダー演奏が披露され、皆さん、日本昭和音楽村の前に広がる湖の水冷湖を眺めながら、その美しい音色を堪能していました。続いて、およそ7年前から市内外の老人会などで大道芸の南京玉すだれを披露している藤原町上野山田在住の藤田菊弘さんが多彩な技を繰り広げ、皆さんを楽しませていました。さらに全員に景品が当たるビンゴゲームなどもあり、参加した皆さんは有意義な休日を過ごしていました。